ねえ、もしもし聞こえてる？もしかして寝落ちした？いやいや大丈夫、ちょっとだけ電波が悪いみたい。そっか、それでさっきの話なんて言いかけたの？あのね、そのね、うまく言えないかもしれないけれど、うん、聞いて。じゃない感じしない？朝のコーヒー、信号機の点滅、スマートフォンいじくってる時、そこら中に小さなサインやメッセージが隠されていて、私たちに影響を与えているんだって。想像してみて、キッチンの時計が毎日17分ずつ早くなってって、あなたの感覚をちょっとずつずらしていくの。そしてある日鏡を見たら自分が自分じゃないみたいに感じちゃったりしちゃって、なんて。どうしたの？神様でも見えた？いや、全く全然そういうことではなくて。そうなの？どうしてみたらいいかな。少し言い方変えてみようか。助かるよ。うん、想起してみて。月は実は透明な羊毛でできているって知ってる？夜中に自分の名前を呼んでの全身部を受信した。ふと耳にした箇所、未来を予言していたようなことは。星が地面から生えてくる夢を見たことはある。ある日突然自分の影が増えていたけど、そのうち一つは一体誰のものだと思った？連絡、連絡、学籍番号、その次に来るものは何？アルミホイルで覆われた心臓を知っている。ねえ、もしもし聞こえてる？ザーザーってすごい砂嵐みたい。今どこにいるの？うん、どこでもないよ。何さ、それでさっきの話どこまで本気なの？あのね、そのね、上手に言えない、こんなこと話してる場合じゃないんだけど聞いて。人というには光りすぎていて、天使と呼ぶには汚れすぎている。なんだ、人演じ。ふん、正解はあなた。待ち合わせ時間間違ったよね。お気に入りの爪見せ合ったよね。頭が足りない私を見かねてあなたは優しく微笑んだよね。私が頼んだジュースをあなたはいつも一口欲しかったよね。悲しい時には抱きしめたよね。嘘つく時だけ顎触るよね。夜が明けるまで電話したよね。外が光っててびっくりしたね。初めてのピアス開き合った時、思わず大きな声出したっけ。秘密もこっそり共有したよね。あんなこともそんなことも、世界がとにかく嫌になっちゃって、宇宙に向かってジャンプしたよね。一緒に作ったパズルの白色、永遠みたいに終わらなかったね。流行ってる曲は聴かないだなんて。あなたも私もバカだったよね。二人でこっそり逃げ出したよね。あの時夜空は綺麗だったよね。ある夜、星が全て消えた後空に浮かぶ光は何を意味してる？異星人の文化を研究する組織の一員だったことは。書籍に隠された第五次元への入り口、中には何がある？テレパシーでしか話さない村の存在を疑ってる？留守番電話に過去の自分からのメッセージが入っていたことは。